あ、この前、歯に詰ましたものって何だったんですか？こまめの皮みたいなもの。これ、こまめでいいですね。大きな豆は大豆ですけど、小さい豆はこまめですよね。まあまあいいや。あれはね、何か分かりません。何か分かんないですけども、あれです、あれ。まあ、タイ料理の中に入ったものでしょうね。タイ料理のガパオライスの、あれ、美味しかったですよ、あれね。淀屋橋にある、まあ、ホテルから歩いて5分ぐらいかな。あずきどすこい新居。ビン散歩さん、こまめみゆきるさん、思った通り読めなかった。なんで小さいという字がなんで「あ」とか「あず」って読むの？おかしいでしょ？なんで小さいっていう字が「あず」なの？なんで「豆」っていう字で「き」なの？おかしいでしょ？ちょっと明治時代か何時代か知らないですけど、その漢字をその中国から輸入した人々、何考えてんの？ 無理やりそんなことしないで、ある程度の規則性を持った読ませ方でお願いします。なんで小豆なの？